はい、皆さんおはようございますか、こんにちはか、こんばんはか、わかりませんが、ウエストです。今回この動画は、ここ多治見駅から名古屋までですね、中央本線の多治見駅から名古屋まで快速普通列車、快速名古屋駅に乗ってきたということで動画をお送りしたいと思います。今回中央本線の快速列車になりますね。ではね、まず快速を入りまして、いつものですね、JR 東海の JR 東海 &16 施設の一つ旅切符を使いまして名古屋まで向かいたいと思います。21分の発車ですね。16時21分の発車です。では快速の方を入っていきましょう。ということでね、やってまいりますね、快速名古屋駅に乗って、終点の名古屋まで向かいたいと思います。313系ですね。では乗っていきましょう。座れるか、座れますか。ご乗車ありがとうございます。快速名古屋駅です。次は高層寺、高層寺です。ただいまから一部車内へ向きます。まだ切符をお持ちでないお客様、乗り越し変更、その名古屋のお客様、車掌通りましたので、お声掛けください。次は終点名古屋です。
ございました。まもなく終点名古屋です。11番線の到着、出口は右側です。ドアからでお話しお待ちください。新幹線、東海道線、関西線と名鉄線、銀鉄線、青鉄線、地下鉄東山線、桜通り線お乗り換えです。We will soon arrive at 名古屋 Right side wheels. Please change here for the 新幹線、東海道ライン、関西ライン、名鉄ライン、近鉄ライン、青波ライン、沿線線。名古屋から先乗り換えのご案内いたします。新幹線上り静岡、新横浜、品川、東京方面14番、15番線、下り京都、新大阪、広島、博多方面16番、17番線です。続いて特急列車乗り換えのご案内です。東海道線米原から先、北陸線に入ります。敦賀、福井方面、特急白鳥13号、金沢行きは17時48分、着きました。同じホーム、11番線にてお待ちください。業務線をご利用いただきまして、ありがとうございました。終点名古屋に、降りの際お手荷物、よくお確かめの上、お忘れ物ございませんよう、ご注意ください。名古屋に到着です。今回のね、中央本線、中央西線の快速名古屋行きの動画いかがだったでしょうか。非常にね、まあ、直行乗り換えなしでね、快適に移動できるんでね、ぜひね、皆さんもね、快速、ね、中津川はね、運行されてるのでね、ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。ではね、これで動画を終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。